皆さん、こんにちは。私のチャンネルへようこそ。12月8日、金曜日放送の、それスノーマンにやらせてください ST。夜8時から10時、TBSK では、誰もが一度は見たことのある振り付けをその場で完璧にコピーし、間違えることなく踊り切ることができるかを競う新企画、ダンスの完コピレボリューションを開催。 スノーマンと LDH チーム、ダンス女子選抜チームが三つどもえ対決を行う。ゲストに、スノーマンとバラエティ番組初共演となる関口メンディー、EXILE g e n e r a t i 小森隼人、g ジェネレーションズ、藤原つき、ザランページ、木村圭とファンタスティックス、ノエル DH チーム、さらに、ナナ、マックス、後藤真希、 伊原ラ・リッカ、本田美優といった芸能界のダンス女子が集結。2005年に大ヒットした修二と明の、青春アーミーゴの振り付けカンコピには、LDH チームから関口と藤原、ダンス女子選抜チームからナと後藤、そして SnowMan からは、生まれた病院から幼稚園、高校まで同じの幼なじみコンビ、 渡辺翔太と宮舘良太が挑戦。さらに、後藤がモーニング娘。の恋愛レボリューション21を、目黒連が三大メジェーソウルブラザーズの RYUSEI。踊るなど、同番組でしか見られないコラボダンスが連発する。また、LDH やモーニング娘。など、 各グループ内での起きてトークに SnowMan も興味津々。後藤のモーニング娘。加入当時のまさかのエピソードに一同が爆笑する一幕も。そして、ジェネレーションズの小森と SnowMan の岩本照深沢達也との意外な関係性が発覚する。どこで思いますかコメントセクションをチェックして次のビデオを見てください。